こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通してシニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインやDAWなどの情報も含めて、私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そして、その先には、音楽作品を商品化することにより、収益化の可能性もありますので、そのお話も、私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画では、バンドインナボックスのバージョン30から実装されたマイクロコードの使い方の初歩的なことを紹介したいと思います。今までのバンドインナボックスのコードシートの分解能としては、一拍が限界でした。例外的にプッシュで8部や16部のクイも表現できましたが、そこに不満を持たれていた方も多いと思います。その不満を払拭するのが、このマイクロコードとなっています。その機能は簡単に説明できる内容ではないので、後で紹介する動画をよく見て、ご理解いただけたらと思います。そして、その応用は無限に広がりますので、アレンジの余地は広がると思いますよ。大事な設定の部分は、コードとレストとモチーフで、これをうまくコントロールできるようになれば、締めたものです。今までのバンドインナボックスの苦手としていた、キメのフレーズ等への対応が、いとも簡単にできてしまいますよ。それでは、早速やってみましょう。
いかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウとハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。